どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、アーカイブアップロードシェアさせていただきます。アーカイブアップロードっていうのは一体何かというと、以前ガズレレ YouTube チャンネルで取り上げたレッスン動画をですね、今もう一回このタイミングでみんな弾きませんかというお誘いみたいな動画なんですけど、今回この曲です。はい、ドン、湘南の風の純恋歌。こちらの曲キュンときます。このウクレレぴったり合うんです。あ、そう、さっきお知らせしたんですけど、これ今度ガズレレでリリースする、もう初心者にぴったりのウクレレ、ガズの初めてウクレレのご連絡を YouTube にしてます。ここにリンク貼っておきますけど、これもよろしくお願いします。はい、この純恋歌ね、この今この秋の季節にこう恋心たっぷりで歌うのいかがでしょうか。それでは皆さん、レッスン動画どうぞ。純恋歌、こちらの曲をガズレレ流簡単バージョン、ショートカットバージョンでやってみようと思います。なんとこの曲 C と F と G7 ウクレレ入門コード3つでできちゃいます。ずっとコード進行同じ、いわゆるループですね。こうずっと同じコード進行の中でこうラップとかメロディーがこう展開していくという、そういうかっこいいやつです。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流初心者簡単バージョン、後半はまたかっこいいやつやりますよ。ちょっと難しいんですけれども、これはやりがいがあるかっこいいバージョンやってみます。2バージョン最後までご覧になってください。今ご覧になってるガズレレ YouTube を見てるだけでどん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 楽しく音楽ができるようになります。ぜひ気楽にやってください。ここにリンクありますよ。初心者レッスンはここに行ってらっしゃい、クリック。行ってらっしゃい。湘南の風純恋歌、まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3、4。ガズレレ流簡単バージョン、ショートカットバージョンでお送りいたしました。サビやって1枚やって、まあ、最初のずっとあの原曲と同じ感じで、もう一回サビに戻った後にエンディングのサビがひっついたというガズレレ流オリジナルショートカットアレンジでお届けしました。2番とかやりたかったけど、コードとね、歌詞を。こう、コードはずっとこのコードがループで回ってる。ループっていうのはずっとこう、ぐるぐる回ってるっていうような、そういう印象の曲です。すごいですよね、これ。C と F と G7 ですよ、コード3つ。はい。
本当す音楽はすごいですね。でしかもこの曲原曲と同じキーです。要は湘南乃風さんと同じ、CD に合わせて、演奏できるキーになってますので、ぜひやってみてください。でテロップと合わせてやってもらうのもいいんですけど、先ほどねやっぱ自分でその後書くのがいいと思うんで、その時にあの見てくださいということね。これを見て参考にしてください。はい、これサビですからね。はい、1サビ、ここにねピッとこう矢印書いてあるんです。これ矢印なんですよ。ちょっとよく見てください。これ後で解説しますけど、シンコペーションっていうリズムで後で解説しますね。今のは普通に4つ弾きでやったという感じです。で、この感想が入ってから、ここからまあいわゆるラップのところ、レゲエラップみたいな感じで、ここは言葉が詰まってますよやっぱり。はい、ここはもうただただリズムに乗っていくしかないっていうところですからね。一時停止でメモってください。コード進行ずっと一緒ですから。はい、でここを見てもらうと分かるんですけど、ここでサビ1へって書いてあるから、ここのラップのところやったら、まずここをやって最後にこのエンディングの伸ばしたところ、ここになりますね。コード進行はそういうわけで一緒でございます。今のがこのガゼレレ流バージョンでございます。ショートカットバージョン。はい、出てくるコード、もうこれはコード3つループ C と F と G7、 これはもう超絶入門コードですよ。はい、これはもう言わずとももがな知ってると思うんですけどね。 C はここ、 F はこことここの2箇所、 G7 はこことこことこの三角形。はい、これはね先ほどの初心者リストのここというふうにリンク貼ったでしょ。あそこでも一番最初に覚える3つなんですよ。これでこの曲できるっていうのはやっぱ音楽は深い、これを言いたいですね。はい、なんでまあぜひぜひこれ気軽にやってみてください。サビはねこれはいいと思います。でこれ結婚式とかもいいと思います。6月ね、今結婚式、まあちょっと頑張ればできるかなって感じで、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。はい、これがね深いんです。で今のは4つ弾きだったんですけど、次のステップはまず8ビートでやってみてください。こうです。目を閉じれば億千の星、一番光る前がいる。これは8ビートのチャット今リズムでやったんですけど、これねさっきも出てきたでしょ。これ今回このリズムで大事なのここなんですよ。見てください、矢印、全部矢印入ってるんですよ。全部っていうか、この間のところね。ほら。よく見ると。これはですね、動画内でもこのマークを書いておくんですけど、これシンコペーションといって、リズムの前にスコーンと入ってくるやつです。ちょっとこの、サビの C と F と G7 と C、これやってみますよ。二つ入ってるでしょ？矢印が。こうです。8ビートでやるとこうなる。F がアップ。G7 では C がアップ。わかる？前にドーンと食い込む。じゃここで、食い込む。アップで入る。要は矢印の時はちょっとリズムが前に食い込むからアップで入るっていうのが8ビートのやり方です。なんですけども、やっぱり湘南の風のこの感じはですね、16ビートなんですよね。だから16ビートのチャで、一応リズムはやろうと思うんですよ。16ビートのチャでこの矢印をやってみると、ちょっとこれまた変わるんですよ。ドゥンズクバカポンズドスとバカタカドンドクバカドンドンドンドダポン。今度は16ビートになるとダウンになります。ジャンガダカパンドーン、ちょっと前に食い込んでるでしょ。これちょっと難しいんですけど、しかもチャですからね。はい、なんで一応もう一回整理します。4つ弾きができた人はまず8ビートのチャのシンコペーションでやってみて、でその後最終的には16ビートのチャでシンコペーションでやるのがいいと思います。だから最初は目を閉じれば億千の星、これができるようになったら目を閉じれば億千の星、こういう風にだんだんランクアップしていく。これ覚えておいてくださいね。で、さらにまたこれ今回展開をいろいろ考えてまして、はい、ここに、ガズペジオって書いてありますね。ガズペジオ、前半とかガズペジオがいいんですよね。こっちしっとり始まる感じ。でもガズペジオでももちろんシンコペーションが入ってますから、矢印マークが入ってるからどうなるかっていうとこんな感じなんですよね。こんな感じ。タンツンタッパーン、プンタン、タンツン。よく見て、こんな雰囲気です。この矢印があるからポンと前に食い込む感じ。これでやってみようと思います。じゃあ整理します。ガズペジオと8ビートのチャ、16ビートのチャ、ここ
リンク貼っておきます。これはですね、ガズレレのホームページの1枚でウクレレでできるリズムのいろいろというホームページの1ページです。その中からこの3つのリズム探して練習してみてください。ただしこのシンコメーションの食い込んでくるリズムのがあるんでちょっと、難易度が高くなりますけれど、その中でこの歌を歌いながらラップをやる、これかなり脳トレ要素は強いですけど、とはいえコードが3つですから、そういうなんか独特の感じのこのグルーブの面白さっていうのがこの曲の醍醐味だと思います。醍醐味で、歌での中で気づいたと思うんですけど、伸ばすところがあったりとか、そんなところをちょっと注意しながら、メリハリをつけながらやってみる。サビはね、ちょっと男性思いっきり歌うとキーが高いと思うんですけど、男性も思いっきりドーンといく感じで、この心をね、バーンとさらけ出す。そんなイメージで、愛の歌ですから、これはですね、はい、やってみようと思います。じゃあ行きましょう。湘南の風で、純恋歌。ガゼレレ流かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱこのずーっとコードが繰り返してる中でこのリズムがねこう安定してるんだけど、そこの中でこう歌ったりラップが入ったりこのリズムでこう戯れるみたいな、そんなのがまた言葉のこの歌詞のね内容とこう一致、愛の歌です。やっぱいいですね。皆さんどんどん歌っていきましょう。湘南の風の純恋歌いかがですか。しっとりこうちょっとラップのところがあるんでね、あそこら辺がこう難しいんですけど、こう体を揺らしてもうノリノリでやってみましょう。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、この周りの方にもぜひシェアしてくださいね。よろしくお願いします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上の、ね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このねアプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽、いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただいて、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップは T シャツだとか、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てる、この、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもうね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もちろん Amazon でもありますし、
ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを楽しいあのミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあって音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さんさようなら、ごきげんよう、バイバイ。